自分で言っちゃうけど技量的にはもう相手になんないよ、うん、だからもう有無言わさず殺すこともできます。だけどそれはあまり知られていない2人の間から遡ること4年前 WNC の前身の団体よりも昔の話。なんか女の子のタレントを募集ってことで、まあ、オーディションやってそこでみんなが反対する中、俺が絶対この子ものになりますからつって、俺責任持ちますから入れましょうつって、で俺は入れたんですよあの子プロレス業界に、シリというプロレスを知らない少女に無限の可能性を感じた田尻。上げました。後にその予感は的中し、シリは努力と類稀なプロレスセンスで急成長を遂げたのだった。しかしこれまでの自分を壊し、さらなる高みを目指すためにと新たな道へと進み、二人はたもとを分かった。そして先月有刺鉄線ボードデスマッチで二人は対峙した。勝つためには情けは無用。田尻は自らが見出し育て上げた首里を有刺鉄線ボードに叩き込んだのだった。田尻、私の体に傷をつけた。絶対許さない。俺に、はい、カナがアキラとシングルだって言ってましたね。じゃあ俺もシングルとシングルやろうか。親の心こしらず、今の首里にとってそんなことはどうでもいいこと。ただ私の体に傷をつけたあいつが憎い。田尻とも長い歴史、でもそんなことは過去だ。私は田尻というレスラーを蹴りで破壊していく。もうあの頃の師弟に戻ることはできないのだろうか。呼び捨てにされてですね、昔の過去の歴史も関係ない、そして蹴り壊すって言われたらね、正直俺ショックでしたね。あの首里ちゃんに、親がいくつになってもまだ子供の時と変わらないって親からしたらそういう風に見えるじゃん。俺ね、やっぱまだ首里ちゃんなんですよ。なんか俺の中では未だあの日の少女のまま。田尻は首里に対して特別な感情を拭い去ることができない。生かすか殺すか、二人の戦いの先にあるものとは。シングルマッチ、首里対田尻。 Ready to win.